この動画はボーダーブレイクの対戦実況動画でございます。ゲームモードはランクマッチで、マップはベルスクでございます。ベルスク、中央がね開いててデコボコしてる方のベルスクです。開幕はこれ少人数戦か、支援3人か10かいっちゃおっかな。10か、6月に入りましてね、月間ガチャが更新されまして、更新っていうかまあね、新しくな、まあそのやる機会がね来まして、でその月間ガチャの武器ガチャの方で10巻のねクリメイトが当たりました。なんで今回クリメイトを装備しております。さあやっていきましょう。クリメイト、強襲のね41型手榴弾をまあより強力にして10巻に持ってきましたみたいな武器ですよね。まあ要するに手榴弾をね、まあ、遠くまでぶん投げるやつです。榴弾、今榴弾を警戒してます。こうやって上見てるのはね、榴弾を警戒してるからです。榴弾来ない、来てほら来た、榴弾来るんでね、あいてちょっと食らっちゃったよいしょ。ただ開幕はその索敵、施設取ろうか。やるか、敵も10かよーし、まず1匹目でクリメイトこの辺に、角っこにねアウト入れる、やるか、よっしゃった。で、角っこにドーン。まあね、クリメイト使い方としてはね、いってー、アサルトのリカバー、そうですね、アサルトのね41型手榴弾と使い方としては一緒ですよね。もう敵が固まっていそうな場所にあらかじめぶん投げるっていう、あとなんでこのシープだったね、角、ほらあの角にもうぶん投げとく。きついな。さあ、これはリペアマシンいけるか、リペアセントリーか、よーし、ありがとうはいいんだけど、敵いっぱいいる、何いるんだ、うわーいっぱいいるわ、さすがに厳しいか。そうですね、なのでね、41型手榴弾の使い方を分かってる人であればもうすんなりねこのクリメイトも使いこなせると思いますよ。緑だー、あとよろしく、あ、支援だ、支援を殺す、この野郎、支援を殺す、この野郎、まだで、あれ、もしかしてラグってるか、これ、ちょ、知らない、あー、ダメだ、あれ、まあね、マップがね、ベルスカでね、ベルスクってラグひどいっすよね、やっぱ自動ドアとの関係か、おっしゃー、つえー、クリメイト、つえー。ポン、まあね、特に、まあ、ベルスクは楽なしね、もうあれにしゃれですよね、ラグのせいかね、特に自動ドアがね開かなかったりするんですよね、あれは本当勘弁してほしい。さて、どうしようかな、うわー、榴弾あぶね、どうすかな、ポン、作撃してきてんな、おっと、お、見ろ、当たったか、よーし、おわ、なんかいる、いやー、また支援か、おねやろ、きついな、お、リカバー、ありがとう、あ、支援だ、支援殺す、よしよし、さて、で、クリメイトはもうね、引き続き、角っこに、ぶん投げます、よいしょ。一瞬もうポイポイして、どうすっかな、おっと、あ、上か、おっと、よいしょ、んどうしよっかな、クリメイトやっぱね難点としては速攻性ないんでね、スクランバスターとかプラカの友人みたいなね、ああいう使い方はできないんですよね。なんでもう接近するだったらもう本当にしぶき一本で戦えっていう感じ。わーっと、あーそか、一旦引くか、うん、いや怖い、どうすかな、いや引こう、バリアもうすぐ復活、バリア復活、よっしゃ、バリア復活した、いやー間に合った、いやバリア復活したんですけどね、起動が間に合った、支援多いな支援が 5人、うん、さすがにこのこれはそれはさすがに支援型だと思うよ。ポン、索敵地に向かって、おっとりー、ジャックポート、クリメイト強え、
お、敵もあれか、あれは DG なんじゃ TF か。何げそう、前からね、DG なんじゃ TF もね、私ね、持ってたんですよね。この上のもんか。ただ、クリメイトを手に入れたのは、その月間ガチャです。が初です。相手で。なんだお前、やろうってのか。人のな、選挙で邪魔すんじゃないよ。よし、ポーン。クリメイトのね、いい点としてね、これ、撃破取れなくても、わざとらしく見せることで、こう、時間稼ぎにもね、なりますからね。お、当たったへへへ。さてさて。わあ、いっぱいおる。いっぱいおる。そうですね、クリメイトは、あ、なんか、なんかいたぞ。おーっと、何やってるかな。ここは、エリアイドは禁止だぞ。そうで、まあ、時間稼ぎに使えるって意味でもね、やっぱ強いっすよね。どうしようかな。あー、迷彩野郎インビシボーマン。どうしようかな。多分このまま索敵施設に来るだろうから、多分索敵施設取りに来るだろうから、来ねえか。なんかいんな。一瞬ポイポイして、ターレット取れたー。リロードしてない。マジか。どうすっかな。バリア復活したんで、あとディープラ取れるな。なのでカウンターでシーパーを取ろう。あー、インビシブル野郎やるか。緑よし、ナイス。いってノートか。まずいな。ディープラを取られてる。これまずいぞ。ディープラを取られるとね、もう一気になだれ込まれるんでね。上にいるな。なんだろう、E プラをね、取ろうとしてるうちはまだいいんですよ。ディープラからもう一気に最速ルートでなだれ込まれるっていうパターン、あれがね、手強いんですよね。なんで、せめてちょっと、ディープラは本当安定させないと。今、ゲージが勝ってるとはいえ、ディープラは安定させないと、もう、後半、一気になだれ込まれる。あ、オルタ、食らいつけ。よーし、オルタ、強え、いっぱいいる。何人いるんだ。ねえ、厳しいな。どうすかな、支援が多いな、これちょっと。どうすかな、ちょっとね、カウンターで、ね、シープラ行きます。シープラをカウンターで取りに行きます。よいしょ。あ、来てきた。お前はこっちだ。くれ。あ、すいません、ピー。おら、2匹目。どうすっかな。お、泣きてる、いるよ。よいしょ。当たった。よし。あー、また有機か、この野郎。よし。あー、今度支援か。カウンターでシープラーをね、取ろうと思ったけど、できなかったな。まあ、時間稼ぎにはなったかってぐらい。いや、ほんとこれね、ゲージは勝ってるとはいえね、このままだと、本当に、もう、ファイナルアタックをね、食らうの怖いんで、せめて、D プラは安定させたい。おー、くれ。よし、まずピキー。よし、そっちだ。おら、2匹目いっぱいいる。何いるんだ。これ厳しいぞ。あ、吹っ飛んだ。いい吹っ飛び。さて、とりあえずせめてね、そう、ほんと D プラは安定させないと。まだ100秒もあるし。ドン。よし、折れた。食らいつけ。よし、まず1匹。あー、向こうにいっぱいいる。ただその撃破取れなくてもいいから、せめて時間を稼ぎたい。クリメイトともう美味しいもん、あー、ポイポイぶん投げて。あー、ありがとう、リカバー。よしよし、クリメイトぶん投げて。うわー、よし、ありがとう。とりあえず、そう、もう時間さえ稼げればもうそれでいい。よし、取った。よしよし、いいぞ。あとは防衛、もうあとは防衛です。お前、緑よし、いって。あれだな、結構クリメイトも強いけど、オルタもね、ウィーズル・オルタもね、冴えてる気がするな今日は。
さて、残り時間30秒。これはもう勝ったでしょ。さすがにこれはもう勝ったでしょ。あとは防衛すれば勝ち。ドーン。よしよし。おっと、やるか。よし。オルタなめんなよ。さて、ああ、ファンタグレープ。よし、残り10秒。うわ、あ、やべ、やべ、死ぬ。おー、ナイスでーす。やっぱクリメイド強いな。これは本当に、もうね、敵が密集しやすいマップで、で、まあそうですね、おにぎり爆撃にね、慣れてる人だったら、もうすんなりね、使いこなせると思いますよ。はい、というわけで、ボーダーブレイクの対戦実況動画撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。お、認定バトル。